はい、皆さん、こんにちは。動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、今ネットで話題のですね、バードボックスチャレンジ。目隠しをしてですね、いろんなことに挑戦する動画が今話題なんですけれども、今回はですね、目隠しをして、この BV5 トレインシミュレーターを使って電車を運転してみたいと思います。で、運転する区間なんですけれども、東急東横線の、急行電車で日吉から綱島の一区間を運転してみたいと思います。それでは始めていきたいと思います。じゃあ目隠しをする前に、スイッチ入れますね。はい、ということで目隠しをします。はい、どこがブレーキ解除だ。あ、これかな、これだ。よし、じゃあ出発していきます。あ、これだ。よし、あれ、わからない。これか。あ、動いた。はあ、やっぱり目隠しで運転すると前が見えないで怖いですね。確か最初が70キロぐらいの制限があったはずなので、感覚で運転していきます。あ、ブレーキはかかってたみたいですね。はい、じゃあちょっと加速していきます。多分今70キロぐらい出てると思うので、多分ここら辺から110キロまで上げられるので、ちょっと上げていきたいと思います。そろそろ駅だと思うんですけども、あ、NTC が作業してます。はい、もうすぐ駅だと思うので、ちょっと減速していきたいと思います。急停車とかなってるけど大丈夫かな。多分ここら辺が駅だと思うので、ちょっとブレーキ強めなんですけど止まりたいと思います。はい、ということで目隠し外したいと思います。ああ、過ぎてる。はい、というわけでですね、目隠しすると、もちろん分かってたことなんですが、前が見えずに結果的に駅を通り過ぎてしまうという結果でした。はい、やっぱり目隠しして運転すると前とか見えなくてね、速度とかもうわからないので結構怖いですね。はい、というわけでこんなくだらない動画だったんですけども、いかがでしたでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上でございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。